3月16日木曜日の全国のお天気をお伝えします。関東を除く広い範囲で雨が降りやすい空となります。日本海側は寒冷前線通過に伴い一時的に強く雨が降る恐れがあります。また西日本では太平洋側でもだんだんと雲が広がりにわか雨の可能性があります。各地外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。関東は穏やかに晴れて前日よりも気温が上がり、東京の予想最高気温は21度と日中は暖かく感じられそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。